アーネスト・ハーパーはイギリスの元陸上競技選手である。彼はオリンピックの陸上競技にイギリス代表として3回出場した。そのうち1936年ベルリンオリンピックのマラソンでは日本代表として出場した孫季帝に続いて2位に入り銀メダルを獲得した。アーネスト・ハーパーは1902年にダービーシャー州のチェスターフィールドで生まれた。 若い頃から年度鉱山で働き、陸上競技を始めたのは十大後半になってからのことであった。ハーパーは1896年創立のスポーツクラブ、ハラムシャン・ハリアーズに加入した。彼は陸上の長距離走に才能を発揮し、1924年、パリオリンピック、1928年、アムステルダムオリンピック、1936年の ベルリンオリンピックの合計3回、オリンピック陸上競技のイギリス代表として出場している。ハーパーは11歳の頃からの喫煙者であり、レース中の水分補給については筋肉が軽攣するという理由で拒んでいたという。パリオリンピックでは1万メートル走とクロスカントリーに出場した。1万メートル走では31分秒霊の記録で、完走16人中の5位に入った。 この大会でのクロスカントリーは40度以上の酷暑の中で実施され、サバイバルテストの様相を呈した。ハーパーは個人競技で4位に入ったものの、団体競技では彼以外の完走者がいなかったため、イギリスチームは順位なしに終わった。4年後のアムステルダムオリンピックではマラソンのみに出場した。競技は8月5日の午後3時14分にスタートし、 ハーパーは2時間45分44秒の記録で、完走者57人中の22位に入った。続く、ロサンゼルスオリンピックには、病気のため出場しなかった。1936年のベルリンオリンピックでは、マラソンのみに出場した。ハーパーは前回ロサンゼルスオリンピックの金メダリスト、アルゼンチン代表のファンカルロス・サバラや、フィンランド代表のエル・キタミラと、バイノ・ムイノネン。 日本代表として出場した孫季帝などと共に優勝候補に挙げられていた。この時ハーパーはすでに34歳になっていて、レースの際にはしわ深い顔に苦悶の表情を浮かべながら走っていた。オリンピックの開催中、ベルリンでは曇りがちで涼しく過ごしやすい気候が続いていた。選手たちにとって不運なことに、マラソン競技当日の8月9日になって不意に、 暑さが戻り日差しも強くなった。レースは27の国から56人の選手が出場して午後3時にスタートし、早速サバラが非常に速いペースで飛び出した。当日の天候を考慮に入れた他の選手たちは、あえて彼についていかなかった。10キロ地点では、サバラ、ポルトガル代表のマヌエルディアス、アメリカ合衆国代表のエリソン・ブラウン、ハーパー、孫の順位だった。 折り返し地点では、サバラが2位以降の選手たちを250メートル引き離して、独走を続けていた。先行するサバラの後方で、英会話の心得が多少あった孫は、ハーパーと並走しながら、会話を交わした。ハーパーは孫に、身振り手振りを交えて、この暑さではサバラはやがてダメになると、まだまだスロー、セーブ、セーブと言った。最初のうち孫は、 このベテラン選手の心理作戦ではないかと警戒したと言うが、それにしては、ハーパーの口調は間に迫っていた。28キロ地点を過ぎたところで、サバラはオーバーペースがたたって急にスピードを落とした。それを木と見た孫が一気にスピードを上げようとしたところを、ハーパーは手で制して自分のペースを守れと再度の忠告を与えた。孫とハーパーはサバラを抜き去った後もしばらく、 並走していたが33キロ過ぎで孫が25秒先行しそのまま3を広げて1位でオリンピアスタディオンに戻って来た優勝した孫の記録は2時間29分19秒2でこれは当時のオリンピックマラソン最高記録であったハーパーは2時間31分23秒2の記録で2位に入って銀メダルを獲得し3位には折り返し点で14位だった 日本代表の南昇龍が追い上げて2時間31分42秒、例の記録で銅メダルを獲得する結果となった。サバラは結局棄権し、出場56選手中のうち42名が完走した。孫は自分が勝ったのはハーパーの忠告のおかげだと感謝の意を述べた。ハーパーにはマラソンでの優勝経験は一度もなかったが、1923年、 1926年、1927年、1929年の4回に、わたって、トリプル A 主催の10マイル走選手権で優勝している。1930年に、カナダのハミルトンで開催された、ブリティッシュエンパイア・ゲームズでは6マイル走で、銀メダルを獲得した。1939年にはプロに転校し、1950年に、 娘の移住先のオーストラリアに自分も移り住んだ。彼は自分が獲得したメダルの多くを家族の生計を支えるために売却した。ハーパーはビクトリア州ローズバッドで1979年に死去している。a b g イブ b r i、e e e、n k s p o r t s r e f e r e n c e c o m では死去の場所をビクトリア州タラマリンと記述している。 AB コモンウェルスゲームズは1954年までこの名称で呼ばれていた。コモンウェルスゲームズの名称に変更されたのは1978年以降のことである。AB9.656064km。ハラムシャー・ハリアーズに所属していた陸上選手にはハロルド・ウィルソン、アーネスト・グローバーなどがいた。クロスカントリー団体競技は1912年。 ストックホルムオリンピックから1924年のパリオリンピックに至る3大会で実施された競技である。選手は国ごとにチームを組み、クロスカントリー個人競技で上位になった3選手の順位を点数化してメダルを争った。パリオリンピックのクロスカントリー団体競技は1位フィンランド、2位アメリカ合衆国、3位フランス以外の出場チームはすべて 順位なしの結果であった。日照期とマラソンでは参加選手数を57人と記述しているが、ここでは sports-reference.com の記述によった。ab the first 50 years, 1896から1945ハリムシェア、ハリアーズウェブサイト2012年12月15日、閲覧。 A.B. オリンピックアスリーツボーンインチェスタフィールドダービーシェアグレートブリテンハーキブド2020年4月17日アットザウェーバックマシン2012年12月15日閲覧 A.B.C.D. プライドインローズバットエスマラソンマンモーネントンペニンシュラリーダー2012年12月15日閲覧グレートブリテンアットザ1924パリサマー ゲイモサアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2012年12月15日、閲覧。グレート、ブリテンアットザ1928アムステルダムサマー。ゲイモサアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2012年12月15日、閲覧。グレート、ブリテンアットザ1936。 ベルリンサマーゲームズ2012年12月15日、閲覧。アスレチックスアットザ1924パリサマーゲームズメンズ1万ミターズ2 0 1 2年12月15日、閲覧。AB アスレチックスアットザ1924パリサマーゲームズメンズクロスカントリーインディビジュアル2012年12月15日、閲覧。アスレチックスアットザ1924パリサマー ゲームズ、メンズクロース、カントリー、チーム2012年12月15日閲覧。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズマラソン2012年12月15日閲覧。ABCDE アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズ、メンズマラソン2012年12月15日閲覧。ABCDEFGHIJK ラージ。 398から401ページ。ABCDEF ケルチェターニ、64ページ。AB カマタ、312ページ。カマタ、313ページ。ABCDE 高橋、58から60ページ。AB カマタ、316から318ページ。コモンウェルスゲームズフェデレーション、コモンウェルスゲームズ。 イントロダクションアーカイブ2017年4月14日、ウェイバックマシン2012年12月15日閲覧。ありがとうございます。